おはようございます。スピリットクックスの陽一、ゴールドコーストからお伝えしていきます。今日は朝のサーフィンです。ストラディに行ってまいります。ストラディはあっちですね。ゴールドコーストの北の端のビーチから、川を渡って、ストラドブロークンアイランドというところに行きます。もちろん川なんで距離があるんですが、そこはローカルみたいにパドルで渡るというめんどくさいことをせず、船で渡ります。船は、サーフボート今あっちの方向に来てるんですけど、それも取っていきたいと思います。とりあえずなんか混んでないんで、いつもだったらね、あの船のところもうダダゴミして、何本か見過ごさなあかんってことになんないけど、今船がねガラス機で、待ってるんですよそこで。向こうサンドパイプが出てるんで砂がいつもついてるんですよ。で地形が決まりやすくて、うねりが拾いやすいということもあって、最近のゴールドコーストの波は、コンディションはスモールコンディションでビーチはフラット、北風が吹く時間帯が多くて、まあ、そういう時はストラディに行こうっていうのがゴールドコーストの、鉄板というのを昨日先輩から言われました。そんなことはすっかり忘れてて、波ないんやったらサーフィンせんとこぐらいに思ってたんですけど、まあ、ストラディ波あるんやったらちょっとやっていくでみたいな感じで。ちなみに、ボートは無料じゃなくて7ドルかかります。現金で用意しましょう。じゃあ行ってきます。サンドパイプがあって、ここから向こうの先、レイクの方までウォークアップしていきたいと思います。多分10分ぐらいかな、歩いて。全然混雑してなくて、なんか変な感じ。こんなストラディもあるんやと。いつもね、だいたいここ、200人、300人ぐらいがずっとラインナップに並んでめちゃくちゃ混むんやけど、こんなに混んでない日は珍しいね。今までで初めてかもしれない。こんなに波があって混んでないっていうのはありがたい。向こうこっから先どのぐらいかな、300メートル400メートルぐらい先、向こうにアウトの方に波待ちしてるサーファーが10人ぐらいいるんやけど、今日はあそこがちょっとやばいですね。こっち側パイプのところはね、波ちっちゃいね。今入ってきてるセット、ちょっと見てみようか。あれが、うわ、無人ブレーキやから、軽いな。でも、腹胸ぐらい。今ハイタイドでこうやって潮がバンバン入ってきとって、それで割れにくい原因なのかもしれんけど、ちょっと見てみようか。はい、レイクマンに到着です。どうでしょうか、波。あ、今セットがちょうど通り過ぎたとこ。あ、でもいいのがこうやってバンバン、はい、入ってきております。これ見て、今これセットが入ってきてんの。誰が乗るかな、誰が乗るかな。これでかい、うわ、ソフトボードや、あれ。うわぁ、ソフトボードやっぱでかいな、これ。まだ乗ってるし。今オーバーヘッドなんだね。オーバーヘッド。ちなみに
向こう、サーファーズパラダイスがあるゴールドコーストのビーチ、今日はほぼフラットです。まああっても、もも腰ぐらいの波がちょっと割れてるぐらいで、ね、こんなに違いがあるんだよね。空で行くべきです。まあこっちに住んでる人はみんな知ってると思うし、自分の好きなタイミングで来れると思うけど、ゴールドコーストサーストリップに来た人で、うわ、そんなとこあるんやったら行ってみたら、俺行ったことないねっていう人、ぜひ連絡ください。連れて行きます。まあまあまあでかい人が入ってきた。誰が行くんや、誰が行くんや。うわー、SP ブレイクになった。やばいだね、あれやばい。あんまりでかい人ちょっとやられた。せっかくええとこから乗ったのに、クローズアウトやったからね。ただいまストラリーは無風で、波のサイズがオーバーヘッドくらいで、レギュラーがむちゃくちゃ伸びる、いい波が、波数が多くて決まってない感じで最高です。いやストラリー最高。ちょっと俺も一発で波乗って決めていきたいと思います。ローカルにちょっとなんか言われてしまったんやけど、っていうのは、これがその前にむちゃくちゃいいセットを直前でボード引いたんよね。あのタイミングでにもうチークの奥の方からもうチューブが、グリグリのチューブが巻き始めて、これ降りたらそのままパーリングやなと思って板引いたんや。そしたら、お前行けよって、そのローカルの人に、いいやろうと思ったけど、まあでもそうやねんね。こういう波がいいときにもうパドルして自分が行くってなったらもう絶対行かなか、絶対抵抗ってな。で、ここで公安やったらもうやめとけっていう話。それが俺、はい、公安やったら家帰れ。波ピークから乗んの、公安やったら家帰れ、はい、怖くないんでもう一回行きます。
ラディ最高でした。波に立ち返りが何かと取ってもうて、これじゃ波待ちに時間はかけれないということで、サクッとマッチさんで帰ります。In this year. Yeah. So happy. Oh yeah, what time is your high dive? Now. Just 15 minutes ago, just stopped as well. That's great. No, I'm not. さあ、ここから上がっていきたいと思います。これしても全然おらへんな。Thank you, you too. See you next time. Amazing. It's a dream of the project. Yeah, go for it. Hey, how are you doing? Good? Yeah, great. お疲れ。いやー、めちゃくちゃええ波やった。すげえな、ストラディ。サーファースとかメインビーチ、フラットやってんね。ストラディ、俺が行ってきたとこ、あのレイクの方やねんけど、余裕でオーバーヘッドやったからな。やばいワークアウトも何回もしたり、いいのも結構乗って。手順何本乗った？何本の波に乗ったかと言いますと、今、このアップルウォッチの、サーフアプリ、ドーンパトロールってやつを今使ってるんやけど、これで、9本の波に乗ったという記録が、9本で 1300m の波に乗ってる。ってことは、1本あたり、100m ぐらい、めっちゃロングライドしてるよ。最高やな。教えてくれた先輩、ありがとうございます。サーフィン行こうと。波のサイズが、オーバーヘッドで、レイズヤーが思いっきりプシュッと伸びてる。あと1本、俺、チューブメイクしてるから、最後、船待ってる時に、パイプの近くの、波ちっちゃいところで、まあ、それサイズ、まあ、腹、胸型もないか、胸ぐらいのちっちゃい波やってんけど、チューブ抜けて。これ撮ってるはずやから、まあ、撮れてたら、それ動画に入ってるし、まあ、チューブじゃなかったら、チューブっぽい波にしてると思うし、まあまあ、そんな感じで、1月8日、今年、一番最初のいい波ゲットでした。よかったです。この動画がいいなと思ったら、高評価お願いします。あと、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。